つねです。皆さんおはようございます。はい、ノースリーブを今久しぶりに着てみたんですけど見て、腕超細くなった。超細い細っ、やばいっすよねこれ。すごい、もう全然トレーニングしてないんですけど、先日1週間2週間ぐらい前にこうやって天使にラブソングをの映画の告知をさせていただいたんですけど、その時にですね、体重がやばいって言ってたんですよ。なので、減量しますと言っていたんですけど、夜ご飯とかね、少なくして、運動というか、外を歩ける時は歩いてみたいな感じの生活をしてたんですけど、全く変わらない。今日はですね、常住富弘ダイエット企画を指導していきたいなと思っておりますよ。はい、今から体重を測って1ヶ月後にどれぐらい体重を落とせるかみたいなことをちょっと測定しながらやっていきたいなと思っております。30日でどれぐらい痩せるかっていうのをね、皆さんにお見せできればなと。今6月始まったばっかりなのでね、8月までには引き締まった体にしていきたいなと思っていますので、とりあえずは1ヶ月間本気でちょっと体を引き締めにいきたいなと思っております。でですね、僕が一番痩せてた時と一番体重があった時のインスタグラムにそれがあったんですよ。なのでちょっと今から皆さんに見ていただこうかなと思うんですが、こっちにいたしますね。一番痩せてた時がこんな感じです。いやいやいや、痩せすぎでしょ。痩せすぎでしょ。はい、これはカンカという作品に出た時の体重67キロの時だったんですけど、これがね、もうほんと一番絞った時ですね、減量した時。そして、一番増量した時、それがこちらです。でかくなったよね。でかくなりすぎでしょって。いや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 、これもはやノースリーブじゃない。見てください。ほら、ここ丸まっちゃってるっていうのもあるんですけど、やばくないですか？全然違う。この時が85キロありました。しかもこの時はめちゃめちゃトレーニングをしてて85キロだったので、今何もせずにそれぐらいに近い体重になっているので、ちょっとさすがにやばいなと。ダイエット企画をスタートさせたいなと思っております。ということで、早速体重を測っていきましょう。レッツゴー。じゃあそれでは早速体重を測っていきましょう。体重。よし、行きましょう。ちょっと待って、これカメラ分があるから、一回カメラを置きます。やばっ！見てください。じゃん。82キロ。重すぎじゃない？いやー、やばいなーこれ。82キロですよ。トレーニングを何もせずに。これはまずい。もし、これを機にダイエットしようかなって思う人がいらっしゃったら、一緒にやっていきましょう。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、もしこの動画がよろしければ、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。1ヶ月間、頑張っていきたいと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。